はいどうもスバルです。今回もストーリーノバプレイしていくわけなんですけども、現在このゲームのグローバル版テクニカルベータテストの参加者を募集しているらしく、テスト期間が4月の28日の9時から4月の30日の23時まで、そして応募も期限があるんでね、もし興味がある人がいたら概要欄にリンク貼っとくんで、そこから応募してみてください。ということで今回使うキャラクターはイベット、声優がはたまた高価な田村ゆかりさん、代表作だと魔法少女リリカルナノハの名の早くを務めていた方ですね。でこのキャラクターはオパールの研究員で、遠隔操作型のクマフェイを利用しながら敵の場所を把握したり妨害したり、フェイを使いながらプラスで敵をキルを取りながらとエリアをコントロールするコントローラーキャラクターですね。このキャラクターのメイン武器がまあ MP5 に近いような武器で、このように拡散は若干するんですけど、レートが高いため近距離や中距離で戦いやすいと。アクティブスキルはガオガオフェイの出番、中国語でションション中止、クマのフェイを召喚して、まあ、索敵もできるし、その場に留まることもできる。スキルを利用することによって、この氷フィールドを生成することによって敵の移動速度が遅くなったり防御力低下、あとはもう移動がこうやってね滑りやすくなってしまうって、そんな感じだね。アルティメットスキルがブルブルブリザード、中国語でシュワンシュワンシュワンフェイン。このスキルは本気のフェイを召喚することによって氷フィールドを3回発生させることができる。で氷の上でのデバフ効果としてはアクティブスキルと同等で防御力の低下とか射撃速度の低下、あとは身体能力が全体的に低下する、そんなアルティメットスキルですね。結構ねキャラデザとかコンセプトがかなりゆるふわ系で、これ好きな人はめっちゃハマるんじゃないかってことで、イベント使ってねランク戦やっていこうと思います。このマップやだー、おい苦手なんだってこの港。フェイ選べるか、フェイツがイベットか、もうフェイがメインなんだよね。そっちの方が呼びやすい。のね、いかついクマが守ってくれるんですよ、この女の子。で、トゥクンしちゃってね。グッドマークをして、なんかめっちゃ可愛いクマやる。こいつはこの可愛いクマの方可愛いんだよな。それ、ね、日本語よくわかんないけどね。このクマちょっとね、ギャップがいいよね。これ人気出るんじゃない?このキャラクター。これさ、日本で流行らないわけがないと思うんだけどな、このキャラでさ。中国では流行ってないらしいけど、雰囲気では。理由が CSGO の方が流行ってる。ああいうリアル系の方が中国人民は好きらしい。今回ちょっとミスト守りしてみようかな。でフェイも初動で出すかどうかここ悩んでるんだよね。確かに初動をこれ行かせてどっちに敵寄るか索敵させるっていうのもありなんだけど、結局クマ出した後またさらに出す時に結構30秒ぐらいクールタイムが必要だから、結構ね攻めてきた時に使うがいいのかなと思ってる。でこれちょっと B ポイント寄りっぽいから、来てるね、寄るか。でこのタイミングでフェイを出す。で遠隔操作型いきますよ。で敵が来るところで氷フィールド作りたい。あ、よかった。あ、ちょうどいいところにいる、いいね。あ、でももうクマ誰も見向きしない。お前恐怖と思ってないだろこいつ。結構だるいけどねその妨害で。一応索敵で敵が右方面で、結構ショットガンが散らばってる。あ、いるね。でこれ中央側から撃っちゃうか。あ、マンカット、よしよしよし。お、なんか後ろにいたわ。これスナイパーかな、これやっちゃうか。オッケー、ツーカットで、あとは一人かな生き残ってんのが。とりあえず格差下げとくか。で撃っちゃってる。あははフェイが守ってくれてる、大丈夫か。それそこにインターセプター置いてグレ投げれなくする。痛い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 けど、これこれよ、オッケー。まあ使い方としてはこんな感じだと思うけどね。次ちょっと B ポイント側寄ろうかな。初動索敵で使ってみるか。でここだったらねミッド側にすぐ寄れるから、まあいいポジではあるんだけど、バレると一瞬で来るからこれ警戒しておくね。日本人最先端研究係だから今俺は。そしてここでフェイ召喚で B ポイントに、お、寄ってきてる寄ってきてる。索敵に関しては普通にやらせた方がいいか。まあまあここでちょっと妨害クマするわうざグマ、うざグマさせまーす。あ、みんな来てるぞ B に。よしよし、 OK、 近いな。オッケー、分かった。あー、スナイパー胸一回避けて、おお、フラッシュまぶしい。あれ蘇生されちゃうかな多分。ちょっと前目に出るか。ボム落ちてるんだよな。オッケー、蘇生されたやつワンカットで、ボム放置で結構前目に進んでる。これいっちゃうか、スナイパー先やっちゃおう。プライドファイト、うわー負けたーいや、あのね、このペラペラの状態で撃つの本当は良くないんだよね。スナイパーからしたら隙ありっていう状態だから。だけどね、プライドが邪魔するんよ。俺だったらペラペラでも抜けると。
みんなもやればわかる。作戦ってのはね、常に更新されていくもの。だけど俺は同じことをやる。だけど結局こういうテストの状態で同じ作戦を繰り返すことによってどういう対応をしてくるのかっていう人間実験でもあるんでね。それで新たな対応が生まれてくる。結局立ち回りの進化って成功と失敗の反復だから。いきます。で、フェイ一旦ここに置いといて、これミッド見るわ。若干視野に入ってるだけでもマップ上に映るからね。で、これ多分 A ポイントっていうから一回自爆させて、あ、これ氷になっちゃうんだ。結局30秒のインターバルあるから、おー、ちょっと待って、こいつやるか。やれそう。痛い。ビリビリ痛いけど、これ無理やりやるか。待ってな。こいつ多分待ってると思うから、ああ、見てる見てる。打ち合った瞬間やりたいな。よし、まだ。ペラ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 で当たらん。あ、うわ、減速ボムされた。これね、ペラペラになれないんですわ。こうなるともうあっこいけないから、あー、でも見てるか。ちょっと、難しいが、行くしかない。あいつがあっこで一人ぼっちになってる間に、俺は内側に入って、敵を倒す。あれ全員終わったこれ。おっと、上にスナイパー。やりたいな。倒れてる。オーケー、ワンカット。で、さっきの一人ぼっち野郎が今入ってきたけど、もう遅いですよ、それは。どれだけ寄れるかが重要だから。あー、でも詰めてきてる。こっち行ったね。一応ピンは刺してるが。うわ、めっちゃミリめっちゃミリ。この打ち方そんな強くないかもしかして。木炊いて、ちょっと時間稼ぐよ、それ。一緒に行く？行くか。ここもあるけどね。オッケーオッケー、危ない危ない。基本2オン1では負けることねえからな、このゲーム。もうどんどん人数差で押していく。こんなゲーム。相手これ B 来るでしょ。 A 失敗したら B、 B 失敗したら A の繰り返し、多分そんな感じ。お、結構前出るな。それやばいぞ。そこ死ぬで。さすがにフェイでは何もできんぞ。抑えるぐらい。ちょっと待って、氷フィールドであいつが下がる距離は保たせよう。死にそう、あいつあんまり無理に打ちゃなくていいぞ。一応こいつで索敵はしとくから。うん、一応氷フィールドは生成した。で、これね、ミッドいけそうか。スナイパー見てたら少し怖いが、ちょっと行くか。これごめん、死んだらすまん。あ、なんか A ポイント側に展開してる。 A 行ったな。オッケーオッケー。このまま裏取りしちゃうわ。刺さりそう、これ。いけるんとちゃいます。お、スナイパーいる。うーん、もうタイミングが悪い。あー、ペラペラ。待って、ウルト大丈夫わ。熱熱熱熱熱。これ上に機関銃お嬢様いるね。これ上から制圧していくか。多分機関銃で今のショート見てるか内側見てると思うから。あ、いるね。うん、それ許さないよ。オッケー、ワンカット。で、ボム落ちてる状況か。あとはリス側か、これ。逃げてった。あ、ウルト耐えてる。まずいぞ。一回復活できる技ね。フェニックスと同じウルトだから。オッケー、ナイスカット、ナイスカット。よし、もう一回フェイ耐えて殺敵だけしようか。もうそんな前行ったら死ぬって。本当に次こそヤバそう。あ、まずいな、それ。ちょっと待って、俺が、あだろうな。そうなるよ。だ、逃げ場ないもんね。ちょっとまずいっすね。詰めてきてんな。これ一回、ミッド側流れんのもありか。バレてるか。出た出た。あのショットガンキャラうざいんだよね。ダメージを一定食らうと、死角死ぬから。で、これ裏取っちゃって、そのまま倒していくか。これ裏取りが刺さってくれればいいんだけど。ダクト側から押すか。お嬢様が上側いるのね。比重だから横取ればこっちのもんだよ。あ、引き取ってんね。オッケー。結構刺さってるっていうか、味方がしっかりと連携取ってくれてるのがありがたいね。ちゃんと寄ってきてくれる。でもすぐ、あれ？ん？なんで？無効設置？早いな、展開。あれか、デュエリストだけが別方向行ってて、B 全員がもしかしておとりだった？この戦術あんま強くないと思うが。あと一人。あ、いたいたいた。うるるるるるる。体で押す。実際、作的に使うのってこれ強いのかな。なんか無駄打ちな気持ちできた。結局、平面の状態である程度は見れるから。だから大ラッシュを防げるっちゃ防げる。お、これ、エーラですか？エーラですね。これ、クマで抑えられないかな。結構いけるんだよな、ラジコン操作。まあ、俺は本体止まっちゃってるけどね、これ。さすがに行かないとまずいか。で、これミッドから裏取ってやりに行こう。あー、いいねー。ワンピックしてくれるのはありがたい。これで一旦時間は稼げるからね。これ刺さりそう、裏。
ス、ワンカット、はい、ツーカット、機銃乗せないよ。で、あとはメインの方かな。これ詰めてくるの怖いから、グレ投げて。いや、でも、気づいてないか。やっちゃうか。はい、こんにちは。オッケー。今んところ、このポジ失敗しないの結構辛いな。そろそろ一回失敗して、どういう失敗談を詰めるか。これ今のうちに、だらしとくてんだよな。あー、エーラっぽいな。行くか。フェイフェイアタック。見えてます、見えてます。以上、情報は取る。意味あるかどうか。あ、でも、とうとう俺のこと撃ってきた。あ、これ、ビーラ来るんじゃない？全員流れてたぞ、こっちに。大丈夫？あ、流れてきた、流れてきた。バレてんね。これ、ワンチャン撃った瞬間、ウルフ叩くのもありか。あ、これ、もう耐えとくわ。よいしょ。で、これで一旦そこ止まるから、今のうちにどんどん挟んでいくて。お、ちょっと、コンテナが邪魔すぎる。やばい、焦ってる。あ、危ない、危ない。これいっちゃおうか。固まってる、固まってる。うわー、敵のスキルがかかっちまった。場所バレちゃったけど。あ、でもラッシュいってんね、完全に。オッケーオッケー。行こう行こう行こう。前に進むわ。挟みまーす。とりあえず情報だけ取るわ。オッケーオッケー。流れてってね。で、ダクト側はあんまいなさそうだから、ダクトでこれワンワン打ち合い勝つか。いや、いいねー。もう全員真っ赤っか。これやっていこうか。オッケー、ワンカット。で、お嬢様来た。俺のペラペラの状態ね。お、火炎放射、おっぷねー。オッケーオッケー、ナイスカット。火炎放射あるあたり、ちょっとペーパーマンへのリスペクトは感じるんだよな。あのゲームもナパームってのがあったからね。あと火炎グレー、燃えると真っ黒クロスケになるから。で、エアボムもあるからな。完全にペーパーマンだよね。あともう死者もグレーとかあったらもう最高だけど。一応回復グレーはあるからね。ペーパーマンへのリスペクトは絶対あると思う、このゲーム。実際に今やってる日本人もペーパーマン知ってるって人が多くて、それで来てる人もいるからね。だからペーパーマンとの大きな差としては、まあ、FPS ではないってところでね。 TPS だから。ここでね、もう一回コーリフィールド展開して、それ同じ鉄踏まない？またそれ囲まれねえか。ダクト側からの侵入が怖い。お、でもこれ A 側流れてたか。今一人見えてたよね。紙になってペラペラで飛んでた。オッケーオッケー、印刷してんね。これちょっと前詰めちゃうか。あー、全員点でも行こう行こう行こう。で、もう一回ちょっと裏取りさせちゃおう。バレてるか。いや、バレてない。俺ならいける。完全に前向いてたもんね。マップ上にも、うー、最悪このタイミングで。やばいやばい、焦ってる焦ってる。ちょっと待って、グレー投げちゃうわ。よいしょ。で、リロードしちゃって、前詰めしちゃうわ。あ、待って、なんかサブ浮きになってる。待って、なんで、なんで、うー、あ、死ぬ。やめて。死んじゃう。やばい、いやもういろんなところから狙われてる。おい、なんかメイン武器に切り替えられなかったって。さあ、攻守交代で、ただあのイベットちゃん、オパールの研究員なんで、これ攻撃側で選べないんですよね。なんで、ラビーネ、作戦キャラ使ってね、もうこれ、勝っていきましょう。相手にでもイベットいるから、ちょっと使い方学べそうな気もするけどね。あ、結構 B 前押しだな。ショートそれ、大丈夫？できれば相手が詰めてきてたら、それカウンターかけるようにやりに行きたいけど。あ、イベット結構前目に来たけど、B ポイント側。A ショートいないね。あ、でもめっちゃ詰めてきてない、イベット。それやっちゃおうか。なんか、クマと一緒に来てなかった。それあんま使い方は違うと思うけど。これ詰めちゃうか、このまま B ポイント。ラッシュラッシュ。カウンターかけるように行こうか。これ何もせずに勝てそうやな。味方が強いわ。これね、爆弾設置したいけど、ちょっと怖いな。爆弾設置。OK、ナイスカット、ナイスカット。あっ、ね。ちょっと設置しちゃうかも。あ、でもなんか来てんな。爆弾設置。それやれ。あ、ナイス、ジジイということで、お疲れ様でした。後半は何もやなかったな。もう少しイベットの使い方研究できそうだな。あの初動に炊く意味があるのかどうかってところ悩ましいところではあるけど。まあテストも近いんでね、皆さんの頭脳を使ってね、キャラクターのそれぞれの使い方なんかみんな編み出してください。まあ、またね、このゲームやるんで、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。